トミー・アルドリッジは、アメリカ出身の HR、HM ドラマー。サザンロックバンドのブラックオークアー感想、パッド・トラバース、オジー・オズボーン、ホワイト・スネーク、ゲイリー・ムーア、テッド・ニュージェント、シン・ディ・ジーほか、数多くの HR、HM ミュージシャンと共演している。ビートルズ、クリーム、ジミ・ヘンドリックス、レッド・ツェッペリンなどに感化され、ジョー・モレロ、 ジョン・ボーナムといったドラマーに影響を受けた。ヘビメタル界におけるツーバス奏者のパイオニアの一人でもある。ローリングストーン氏の選ぶ歴史上最も偉大な100人のドラマーにおいて44位。1970年にブラックオークアー感想に加入。1972年から1976年までの間に9枚のアルバムを発表し、 アメリカを中心としたツアーなどで活躍した。1978年から1981年までパッドトラバースのバンドに加入し、5枚のアルバムに参加したほか、1981年にはゲイリー・ム・ユーアのダーティ・フィンガーズのレコーディングに参加。ついで、オジー・オズボーンにスカウトされ、彼のバンドに加入。ランディ・ローズ、ルディサーゾーラと組み、 オズボーン初期のバンドの屋台骨を支えた。オジー・オズボーンバンドの音源では、1982年のライブアルバム、悪魔の囁き、1983年のスタジオアルバム、ガツに吠えるのレコーディングに参加。ガツに吠える完成直後に、オズボーンの妻シャロン・オズボーンの意向で解雇され、同アルバムのツアーには、カーマイン・アピスが公認として加入したが、ツアー途中でアピスは脱退。 オズボーンはアルドリッチを呼び戻し、結局ツアーの後半はアルドリッチがプレイした。1985年に行われたロックインリオを最後にオジー・オズボーンバンドを脱退。1987年、デービッド・カバデール率いるホワイトスネークがリリースした白蛇のモンショーサーペンス、アルバス収録のスティル・オブ・ザ・ナイトのミュージックビデオ撮影に参加した後、 アルバムのツアーのためにカバデールにスカウトされ、同 PV に出演したエイドリアン・バンデンバーグ、ビビアン・キャンベル、ルディサーゾと共に、そのままホワイト・スネークのメンバーとなる。ホワイト・スネークは全米でブレイクし、アルドリッジは以降2年間にわたってグループに在籍、1989年にはスリップ・オブ・ザ・タングのレコーディングにも参加するが、この作品は 商業的には前作ほどの成功を得られず、間もなく、グループは解散した。ホワイトスネーク解散後は、エイドリアン・バンデンバーグ、ルディ・サーゾラと共にマニック・エデンを結成したほか、モーターヘッド、テッド・ニュージェントをはじめとした数多くのミュージシャンをサポート。1996年には、イングベイ・マルムスティーンのキャリー・オン・ウェイ・ワードさんのミュージックビデオに、 脱退したアンダース・ヨハンソンの後任として出演し、インスピレーションツアーにも同行した。2002年からはメンバーを一新したホワイトスネークのツアーに復帰したが、2007年に脱退。2007年から2009年まではスコット・ゴーハム、ジョン・サイクスらが再結成した新リジーのツアーに参加。2009年には AC、DC のとイギリススタジアムツアーがアナウンスされたが、 直前にアルドリッチが事故で鎖骨を骨折するアクシデントに遭い、このプランはキャンセルされた。膨大な数のレコーディングやライブのほか、ドラムクリニックの主催や様々なイベントでの演奏にも意欲的で、1980年代前半から多忙なツアー、レコーディングの合間を縫って多くの仕事を手掛けている。趣味は自身のトレーニングを兼ねたサイクリング。当初は ソナー製のドラムセットを使用していたが、後にヤマハへ切り替え30年以上にわたり愛用している。シンバルはかつてジルジャンを使用していたが、現在はパイステ製のシンバルを愛用。スティックはプロ MARK から発売されている自身のモデルを使用し、マッチドクリップで演奏する。演奏中のスティック回しは彼のトレードマークの一つともなっている。ありがとうございます。